緑のユニフォームの読売にとって今日の古川戦が優勝への大きな関門です。勝てば2連覇へ大きく前進します。9分の古川の攻撃、古川のフリーキックとなります。こぼれたところを吉田が決めて古川が先取点を挙げました。この後古川は早いチェックから思い切った展開で読売ゴールを揺さぶります。守りでも厳しいマークと気迫のこもったプレーでピンチを防ぎ、古川ペースの試合となりました。苦戦の読売は24分、与那城がドリブル、そのままシュート、読売がようやく同点に追いつきました。読売戦になるとファイトを燃やす古川、36分には永井のシュートが惜しくも外れます。読売も得意の中央突破を狙いますが得点できません。結局1対1の引き分けに終わり、明日日産自動車が勝つと読売クラブは2位に落ちることになりました。ところで試合終了後こんなトラブルが起きました。読売クラブの選手の行動は今後に問題を残しそうです。